ラデン織の一例ラデン織は、京都府北部の丹後地方の伝統産業である織物の技法の一つで、京丹後市丹後町三宅の織物業者、タミヤラデンが開発した貝殻を糸として布地に織り込む技法。1977年頃にタミヤラデンの創業者、タミヤ正一郎が考案し、約2年の歳月を経て完成させた。西人の帯の伝統技法である引き箔を応用し、 厚さ0.1から0 2ト、mm、ルに削った板状の貝殻の真珠層を足などに貼り付け、糸状に細く切ったものを横糸として織り込んでいる。割れやすい貝殻を薄く削って貼った上で裁断する技術や貝殻を貼ったことで硬質に仕上がった横糸が柔らかい木糸の縦糸を切断せずに織り込む技術など多くの工夫がなされており、世界の高級ブランドが高く評価する素材として、 洋装へも活用されている。黒蝶貝や夜行貝など様々な貝殻の持つ自然の色、貝殻や水晶などの裏に異なる色彩の顔料を塗りつけて見える色彩と裏に春足の色などの取り合わせで多様な色彩を表現する。タミヤラデンは高度経済成長期の1970年代に京都西人の織本と丹後地方の織り出をつなぐ大好店として創業し、 メーカーとしても着物の帯作りを行っていた企業である。螺鈿織は創業者が帯に蝶を織り込む注文を受け、羽根は織り込めたものの胴体がうまくいかなかったことから、焦燥陰店の螺鈿細工にヒントを得て、貝殻を帯に織り込むことを考案したとされる。2005年、地場産業である丹後チリメニア、今日では、希少となった伝統の藤織りとともに、単語的スタイルとして、 ジャパンブランド育成支援事業に採択された。2006年以降、世界最大の繊維見本紙、プルミエールビジョンやパリコレ等に出展している。創業者の息子で2018年現在、社長を務めるタミヤ氏は、ラデン織りの技術を応用して、従来は混乱とされた、和素材等を織り込んだ生地の開発を手掛け、海外市場を中心に評価を高めている。 2017年からは、組合や行政が海外で通用する単語ブランド商品の開発を目指して、パリから招いたデザイナー、マチルダ・ブレジョンの助言を受けつつ、絹織物に皮を織り込む独自技法でスカーフ等を制作している。ありがとうございます。